機4体、ボイザー。続けて攻撃だ。お、やったね。続けて攻撃だ。ナイス。あと1体だぞ。あと1体だよ。よし、一気に畳みかけろ。よし、
で携帯でさ写真撮ったっぽくアピールしたわけ。そうです。たださ、あの子超ビビってさ、弱み握られちゃったみたいで、なんつーのマジ世界の終わりって顔。だって声とか出なくなってんだもん。うわだせー。つーかビビって泣いてる顔とか見るの超ウケるよね。いわゆるいじめ暇ね。私を呼んで。は？声？じゃマーキーどうしたわけ？ねえ。え？あんた大丈夫？ごめん。なんだっけ？なんか嫌な。Like
Let's party, party in your body. Walk that body, walk that body. Make sure you.
油断するな。
敵が体調を崩したと。弱点をヒット。よし、体勢を崩した。追い打ちチャンスだ。総攻撃チャンス。この。君はまだまだ強くなる。油断するな。あと2体だ。チャンス。さらに敵を撃破。残りは1体だ。よし、うまいぞ。ご苦労だった。次も。
によくわかんないらしいよね。です。すげえな。もうこん、お前もう聞いた？隣の E 組の女子が昨日の晩から夜通し行方し、それが今朝になって校門の前でぶっ倒れてたんだと。事情は目下謎で噂じゃ意識も戻ってねえらしい。よ、ユカリッチ。今回の難事件、正直この俺もお手上げ侍だわ。お手上げ侍？バカじゃないの？てかバカじゃないの？2回言うな！で、そういや朝から見なかったけど。先生にちょっと話してきたの。今朝倒れてたって子、実は私、昨日部活の帰りに見たのよ。その時は別に普通だったんだけど。サスペンスだな、それ。
そういやゆかりっちさ、学生先週 E 組の子が校門で倒れてんの見つかったっしょ。あれ階段に出てくる怨霊の仕業じゃねえかってさ。怨霊とかマジやめてよ。その階段というのはどうせ作り話に決まってるし聞かなくて。興味ある、話してみる。どうもこんばんは、いおり純平アワーのお時間です。世の中にはどうも不思議なことってあるようなんですよ。ご存知ですか？遅くまで学校にいると死んだはずの生徒が現れて食われるよって怪談。私の知り合いに、まあ仮に A としておきましょうか。 A がね、言うんです。いおりさ、俺変なもん見ちゃったって。あんまり真剣なもんだから。何が？って私聞きました彼に。彼首かしげながらね、実は例の事件の前の晩学校来てるとこ見たよって言うんです。嘘だ、そんなんあるか。 E 組の子、夜遊びするような人間じゃない。でも彼真っ青なんだ顔、確かに見た。私考えましたよ。そうなんだ、倒れていた E 組の彼女、夜中に学校にいたから食われて、だから倒れていたんだって。私ゾクーッとしました。とーっと冷や汗が溢れ出ました。世の中にはどうも不思議なことってあるようなんですよ。ま、全部私の推測なんですがね。どう思う、アキヒコ。調べる価値はありそうだな。しかしゆかりっちさ、お化けが苦手とはちょい情けないよな。な、情けないって言った？いいわよ、純平。だったら調べようじゃないの。お互いこれから1週間、いろんな人から徹底的に話を聞いて、階段なんて絶対嘘に決まってるし。それは助かる。気味の悪い話だからな。じゃあよろしくな。ああ怖い怖い。こんばんは。約束通り、また会いに来たよ。覚えててくれて嬉しいよ。さ
て、あと1週間でまた月が、そしたら次の試練がやってくるよ。気をつけて。また会いに来るよ。
帰ってきたか。まだまだ強くなりそう。レベルアップ。油断するな。
うまいぞ。さらに敵を撃破。あと2体で。マイちゃん。よし、体勢を崩した。ナイス。チャンスだ。弱点をついたぞ。この瞬間を待っていた。今だ。君はまだまだ強くなりそうだな。強敵艦隊は無理はするなよ。まだまだ強くなりそうだ。
り3体だ。もう一丁。さらに敵を撃破。やるね。もう一丁。見事な連続攻撃だ。チャンスだ。君はまだまだ強くなりそうだね。だが今なら先制できる。残り3体だ。よし、うまいぞ。さらに敵を撃破。やるね。ナイス。しぶといんだから。あいつしぶてえよ。アキヒコが敵を撃破。ほら、弱点にズバリだ。敵が体勢を崩したと。瞬間を待っていた。今だ。君はまだまだ強くなる。強敵3体だ。無理はするなよ。待っていた。今だ。ご苦労だった。油断するな。弱点をついたぞ。ナイス。弱点に命中。敵が体調を崩したぞ。リリム。よし、体勢を崩した。追い打ちチャンスだ。瞬間を待っていた。今だ。君はまだまだ強くなりそうだな。
リル。敵の体勢が崩れた。まだ行けるぞ。弱点をヒット。お、すげえ。あと3体。イオリが敵を撃破。残り2つ。倒せなかった。弱点にズバリだ。敵が体勢を崩したぞ。あと1体だ。今だ。やっちまおうぜ。ご苦労だった。
Oh.